はい、それでは先ほどの加減、ここですね、ここですね、ブレイクしていきましたので、今日の決済タイミングはここです。ここで一旦決済すべきですね。VR6 グリーンラインが3つライン点灯して、RCI の9日線もまだ折り切ってはいないですけど、もうしばらく一旦は下げると思いますけど、下がった時点で一旦決済だと思います。ちょっと1時間足見てみましょう。1時間足も、本日のピボットの S1 まで到達しております。ここを抜けると次はここになります。このラインですね。おそらくここですね。S1 到達しましたので一旦ここでリーグイという形で、あとはまだ下げると思いますので、一旦ここで決済して一旦戻しが入ると思います。揉んで戻して下げると思いますので、戻したところでもう一度打ってもいいと思います。そうですね、戻しどころのタイミング、ちょうど一目のこの青いラインあたりぐらいまでは戻すかもしれません。ちょうどこのあたりでですね。でここでもう再度打ってもいいかもしれません。本日のトレードは一旦ここで手締まい。一旦半値手締まいっていう形で、半値手締まいして再度打ってこの辺りです。最終決済という形が理想だと思います。